こんばんは。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。私は今日は朝からちょっと肩こりがひどくって頭痛がしてました。今になって少し良くなったので動画を撮っています。こういう私の場合、月命が時刻土星なので肩こりに出るんですね。肩こり、あと胃腸とかにも出るんですけど、今日は肩こりがひどかったです。こんな時私は吉カフェで八白土星の方位を取ります。そうすると今の悪い状況が変化して新しく始まる変化復活っていう方位になります。また九紫火星の方位だと悪い状況を話す、今の体調を話して良くなるっていう意味にもなります。それから健康方位で言うと、六白金星の方位、白く木星の方位は健康方位です。体調が悪いなと思ったら、近所のコンビニでもいいので、ちょっと出かけて、お水でもいいから、そこで買って飲んでみてください。体調が少し良くなると思います。こんな風に体調管理でキッチカフェが使えますので、なかなか助かりますよ。それでは今日はこの辺でごきげんよう。